ポーランド王国、クロールスト・オポルスキュ・クニクライク・ポーラン、ポーランド王国、または、ポーランドセッション王国は、ドイツ帝国と、オーストリア・ハンガリー帝国が第一次、世界大戦中の1916年に共同で、発した11月5日、直例により、その創設が提案された国家である。同国は明確な国境を位置づけないまま旧、ロシア帝国領、 プリビスリンスキー地方に創設されることになり、同時にドイツ帝国の傀来国家となるはずであった。この提案は中央同盟国がポーランド人の軍事的協力を得るために行った提案であり、当然ながらドイツ国内の支持を受けられるはずもなかった。完全に発足しないままポーランド第二共和国にとって変わられた。カール・ステファン大公とその家族10ポーランドマルク。 1917年、ドイツとオーストリアの両皇帝は、ポーランド折衝会議の設置を認め、同会議にドイツが占領した、ロシア領ポーランド地域の制限付きの行政権、及び国王を選出する権限を与えた。最初、国王候補には、オーストリアのカール・シュテファン大公の名前が挙がっていた。カール・シュテファンは娘二人をそれぞれポーランドの大貴族、 ヒエロニムミコワイラジビウコとオルギエルトチャルトリスキ、コウにとつがせていたからである。また彼は流暢なポーランド語を話し、オーストリア領がリツやロドメリア王国のジビエツに今日構えてもいた。大公は王冠の獲得に強い意欲を示したが、オーストリア提出の一員であるため、課長のオーストリア皇帝カール一世の許しを得ねば、ならなかった。カール一世は、自身が、 ポーランド王位につく気でいたため、カール・シュテファンに許しを与えるのをためらった。戦争が進展するにつれて、オーストリア・ハンガリーがドイツ帝国への従属度を深めていくと、オーストリア人候補がポーランド王位を獲得する可能性は消えた。ドイツ帝国側は、この未来の傀儡国家を自国の巫女の一人が支配することを要求していた。 かつて、ロシア領ポーランド立憲王国だった地域では、ロシア語に変えて新たに、ドイツ語が行政と司法の使用言語として導入された。1863年の1月放棄以後、ロシア政府は、ポーランド人に教育機関と政治機関でポーランド語を使用することを一切禁止していたが、新しい王国ではポーランド語を使用することも許容された。 ポーランド国防軍と呼ばれる中央同盟国の支援部隊がドイツ帝国の総力戦を支えるために設置されたが、ポーランド人はほとんど部隊の募集に応じることはなく、ドイツの目論見みは外れてしまった。摂生王国が末期に入った時点で部隊に所属していたのはわずかに5000人であった。摂生王国は独自の貨幣、ポーランドマルクを発行していた。 1917年9月12日には憲法が起草され、議会に陰制に基づく立憲君主制を選択することが決まったが、行政上の最高責任者は未定のままであった。ポーランドの拙将たち、左からオストルフスキ伯爵、カコフスキスーキ教、ルボミルスキ公拙将会議は、ドイツ人総督ハンスハルトビヒホンベセラーに抑え込まれ、新王を選出することもできず、 重要性を持つこともなかった。1918年11月11日、折衝会議は、ユゼフ・ピュースツキを軍総司令官に任命、さらに3日後の11月14日に、ピュースツキを国家主席とした上で会議を解散した。ありがとうございます。